皆さんこんばんは。信長の野望転職記やっていきたいと思います。さあちょっとね、収入がマイナスなんだよね。どうしようかねといったとこですよね。ここ攻めたらここら辺守りに来るかなってとこだよね。そうすれば攻めちゃうのもありなんだけど、鉄砲 S がいて、あ、で、この人鉄砲 C にしたから、鉄砲 C を育てとくか。そうするとこのメンツは、あ、そっか、義久がいるから、こっちにここ分けたいよね。なんていうの、下行く部隊と上行く部隊で分けたいから。ちなみにここ戦争するとどうなる？こういう形か。取った、ここ3つ取った後にこっちに移動させちゃうか。だから同節下に移動させとくか。ああ、地味にここら辺あれな部隊だね、将来性のある部隊だね。この63とで、これを移動させます。で、編成を行います。領土取り返さないとね、ちょっとね。で、この人の分、あ、鉄砲買ってねえ。ちょ、大丈夫だ。20にして。鉄砲12にしよう。よし、これで鉄砲隊が出来上がったね。ああ、で、侍大将か。はい。武将、武将。50。とりあえずこんなもんかね。128がいるね。ちょっと持たしておくか。褒美どうなってる？あっね。よし、ちょっともうちょっと褒美。はい。もう十分じゃない？とりあえず。OK。じゃあこれで攻めちゃいましょう。で、攻めた後は上どうだろうね。ここにいる部隊は7人か。7人つってもあれだな。戦えるメンツが少ねえんだな。鉄砲へ1人か。104がいるけど、やっぱどうせ上に持ってこないとダメだな。まあ、とりあえずここ攻めてみて、敵がどういう反応出るか、ここら辺防衛に回ってくるんじゃないかな。来たね。不正来たね。これでじゃあここの3つを取るように頑張りましょう。鉄砲を育てたいから。2人は出すでしょ。あとは75、ここら辺だね。龍造寺、これ出す必要ある？結局ここら辺が頑張ってくれないと困っちゃうでしょ。鉄砲 S も今回は出なくていいかな。 B と C でいきましょう。はい、よし。47、52、91。あの70が厄介なんだよね。よし、
と鉄砲を使用下にやるか。引っ込んだね。こっち行こう。敵どうだろうね。やっぱ一人こっちだな。よし、壁を作りながら向こうのもとっとと引っ込ましたいね。よし、はいはい、引っ込む気ねえみてえだな。よし、はい、やっと引っ込んだか一人。挑発だけか。的だな。よし、さて、やるのかい。よし、で一人入って、あ、回ってきたね。鉄砲に撃たれて向かってきちゃったね一人。よし、逃げらんない状態にしといて、はい、こう取っちゃいましょう。そこ押して、ここはどうしよっかね。最後はちょっと囲みたいよな。囲んで誰かで取りたいとこだね。龍蔵寺で囲んで叩くか。はーい、これこのオーディア、コンピューターが生きることを放棄したからね。ギリギリまで鉄砲で減らしたら囲んでやっちまいましょう。入った。さあゴンゴン行こう。戦闘力上げんな。あ、鎌田さんでそのまま戦闘って取っちゃうか。龍蔵寺もこっちに置いといて、はい、この人は別に攻撃しなくていいか。よし、はい、開けて、はい、開けて、しょうがねえな。よし、あとパターンが出来上がったからここは OK。 誰どっかな。戦闘力上げたいってなるとな、川上さん行く？じゃあ捕まえられなくてもちょっとしょうがないね。運が良ければ捕まえてくださいだな。はい、逃げ取った。もう入っちゃう。
さて、よし、はい、さあ進んでいこう。よし、入って、18ターンか、まあ、大丈夫だろう。はい、で相変わらずの鉄砲 S を上、 B と C を下に置いとこうかな。で鉄砲 S の方はどうだろうな、竜造寺じゃなくてもう一人の新なんちゃらさん、新能っていうのかちょっとわかんないですけど、その人を置いといて、下を竜造寺にして B と C の鉄砲隊でバランス取ろうか。まあ下に同節置いちゃえば問題ないんですけど、ちょっとね毛利とやり合う戦力がね必要ですからね。ここら辺置いとけばでしょう、ここら辺ね、竜造寺含めで、この C を、 C が早く B になってくれるとありがたいかな。よし、さあ撃て、はい撃て、さあ撃て、さあ壊して、さあ進んで進んで、誰で取ろうかな。114、ああこの人でちょっと取ってあげたいかな。戦闘力も上げてもらってね、あと2回はいけるな。もう一回いけんな。よし、さてこれは47か。向かってくるかな、向かってこないわ。よし、いや川上さんでいけ、ダメか、竜造寺取っちゃう。はい、動かないね。じゃあ鉄砲で撃っちゃおうか。でここに置いとく部隊を選定しとこうか。まあ鎌田さん置いといていいね。川上さん置いちゃって、こっちは下の方行きましょう。よし、動かないね。さあ急いで、はい撃って、はい撃って、さあ撃って、もういいかな。はい、よし、11ターン。
さあ壊すよ。ほい。さああとはひたすら的になってもらいましょう。はい。さあ撃って。B に上がんねえかね、早くね。はい。まあそんな簡単に上がんないか。まあ徐々に育てていきましょう。はい。でここも取っちゃおうね。そうて誰取ろうかな。うん、やっぱこの人だな。勲功を稼がしてあげたい。よし。はい。こっちだね。はい。よし。動きた。急げー。耳に遠い。ゲットた。62か。よし。はい。急いで。勲功積ませるには向こうを行かせちゃった方がいいか。よし。はい、急いで。はい。4ターンあれば間に合いそうだね、ギリギリ。ここのメンツも全員入れそうだね。よし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 。勲功20ゲットだぜ。はい、ここだけしといて。はい、こうして。はい、ここだけしといて。さあ、入れ。よし。さあ、ここだけして。こうして。いや、わかんねえか。はい、こうして。はい、こうして。そしてここを押す。よし。危ねえ、最後の1ターン。ドギワナッツ。ドギワナッツ。こうして、上にいるのは、127と113がいるでしょ？でここに前進をしてこれと種子島を入れておくと。あとまあこれも入れておくか。154まで上がるしね。下の部隊はこれとこれとこれとこれだね。とりあえずまあこっちの方が戦闘力高いの多いし、これにあと鉄砲のこの2人がね移動すればいいから、どっちに持ってくるかだなと。
うん。他にも将来性あるのがいるんだよな。104こっち持ってっとくか。ここら辺は兵士補充用だな。こういう感じで分けといて、動説は上に移動しとこうか。こんな感じだね。で、あ、徴兵してるとこあんのか。あ、ちょっと待ってよ。ああ、訓練したいけど、昇進は川上さんだけか。収入増えたね。戻ったと言った方がいいのか。これをやっとこう。で、ここは編成っていうよりも、こっち編成した方がいいか。ここ編成しとこうか。よし。龍造寺、この人もちょろっと減って、よし、 OK だね。とりあえずこんなもんでどうでしょうかといったところですね。はい、一個一機は関係ないからね。500ぐらいで我慢してくんない？マジか。3500ぐらいで我慢してくんない？はい。三好と河野。鳴りを潜めてるだな。あった、毛利軍が準備してるね。ここも分けたいんだよね。うん、どうだろうね。ここどうしても分けないときついんだよな。44に分けるか。44は無理だな。うん。同節赤池ペアと島津ペアに分けるしかないね。鉄砲がそれぞれ必要だな。まあ鉄砲いなくてもいいんだけどね。いた方がいいんじゃいいんだよな。これどう？それまだ揃ってないね。うん、こっちの層は厚いんだけどね。それなりに。やっぱ誰か持ってこねえとダメか。武将が足りんぞ。とりあえずここの150は訓練をするしかないんだけど、ここら辺戦争するとどうなるの？こうなっちゃうか。丸ごと相手にするのすげえことなんだ。うん、まあこうするとそうだね。ここまで取っちゃえば、いや、ここまでっていうか、これ全部取ったとして、ここにポコッと置いちゃえば大丈夫っちゃ大丈夫なのか。
こっからここ攻められ、あ、でも大丈夫だな。距離あるしね。こうして、全部取っちゃって、ここに、ある程度の主力を置くという形にして、下は下で、どうにか、すればいいかな。ガチンコの削り合いになっちゃうね。とりあえずこの二人だけ移動するか。これは訓練やっちゃおう。編成して、この育てるべき人たちにもとりあえずもうこれもやるし、使うしかないね。この侍大将も使うしかないな。うん、これで兵力はとりあえず確保したっちゃしたけど、ちょっとまだだな。でもここ攻められると厄介なんだよな。こうなっちゃうんだよね。だここ早めに叩き潰したいな。何人でいける？倒せなくはないけど、ダメージが痛そうだな。ここに移動して戦争した場合どうなる？ああ、これで入るか。これで、ここ攻められた時、ここ守りとして入れるかなんだよな。2回攻めて丸ごと取っちゃうか。丸ごと取っちゃえば、ここに置くだけでいいんだよね。これで、これで、そうだな。いや、きついな。まあ、それこっちから兵力持ってくればいいって考えていけばいいから、2回攻めて、こう取っちゃいましょう。計画ではね。じゃあちょっとやってみたいけど、まあこれは次回だな。とりあえずね、次回そういう流れでこう取る、こう一気に取って、そうすればここに置くだけでいいよね。ここ攻められてもここ攻められても、こっからここの守りで最悪籠城ができるんで、敵の数がちょっとね、68、59、72、71、89、まあ55の121はいるぐらいで、他は大したことない。対してこっちは鉄砲 A が1人いるか。まあこれは278のところでかかりきりになるね。で、下はあれだな、島津も移動させちゃおう。鉄砲 C を上に持ってっちゃおう。鉄砲 A と C で撃ちましょう。鉄砲 B を下に置こう。ここにね。その移動だけやってとりあえず終わりにします。ちなみに何人出れる？ 1、2、3、4、5、6、7でしょ？ 1 人出れるでしょ？島津の鉄砲を2人入れればいいや、これでね。よし。はい。ということでね、次回30の戦争のあれを使って、さっきのシミュレーション通りにね、やっていけたらなと思います。それでは、やべえな。また次回、お楽しみに。さよなら。